アダムシャリです。皆様ごきげんよう。朝倉です。メンバーの吉田です。佐々木です。高間です。はい、今回ですけども朝倉みくるチームと焼肉屋で200万円食べきるまで帰れませんやっていきたいと思います。朝倉未来ボートレースで快勝しました。快勝しましたね。これ概要欄に貼ってるんで最初それまず見てほしいんですけど、結構奇跡的な勝ち方マジですごい超神回で、お金があまりに余ったんで本当は100万円食べきろうと思ったんですけど、200万円いってくれってことで行きましょう。200万円のところもあるんだそうなんですよ。勝者の200万。いや高い酒飲みたいですね。さすがに200万さ食べきるのちょっと厳しいとこあるじゃん。それは確かにそう。100万ぐらいのワイン行ってもいいかもね。一発100万のワイン置いてあるんですかね。20万が最高。じゃあ20万のやつ行きましょう。でこのお店龍の巣っていうお店で、銀座にあるお店なんですけど、まあ、山形牛焼肉と関西で有名なカスうどんのお店で、ワインの種類がかなり豊富にあるみたいです。で今日は特別にシャトーブリアンの塊を用意してもらってるんで、まあ、それはちょっと頼みたいですね。ワンピースみたいなやつ出てくるから。ちなみにヒカル君のチームはお酒飲む人いるんですか。まあ、ささげさんぐらいです。まあ、ヘアメイクの。ああ、じゃあ賛成してもらえますか。そうだ、まあ、ですね。一番飲むのが誰ですか。一番飲むのは俺かな。3人正直あんま変わらないぐらいで、まあ、結構強い感じ。そうですね。あ、これあの時飲んだやつや。あ、これ、これは20万ぐらいですか。21です、ね、これ行きましょうよ。軽く飲めないですよね。飲めないですね、僕は。確かに飲み物で高いのもこのワインが一番高いと。これ高いです。わかりました。なるほど。これ結構きつくなってきたぞ。これだって、確かに相当のものは7本ぐらいあの肉で一番高いのどれぐらいですか。塊はシャトーブリアンの そこに置いてあるんですよ。いやえぐっ、クソでかいの出てきたよ。やばえぐ。今さばきたてです。えぐ、さばきたてとかある。これ全部いったら相当いくんじゃない。これは全部いけないです。食べれないでしょ。ギャル曽根に連れてこんと無理でしょ、うん、とりあえず最初の時点でも100万ぐらい頼まないのちょっときついっすよね。そうですね。まずワインはあの20万の2つは行った方がいいんじゃない。そうだね。ただここで3人しか飲めんから結構酔っ払うな。まあ1本確かに確かに。肉はちなみにどれぐらいなんですか。肉今のシャトーブリアンこれぐらいの、はい、2本ポンポンで並んでたと思うんですけど、あれ2本行ってもらって8万円ぐらいですね。きついじゃん。いよいよ200万っていう目標はきついかもしれん。もしかしたらきついか。100でも結構100でもきつそうじゃない。100引っ込めた方がいいかもしれない。100引っ込めますか。じゃあ一旦ね、確認しておきますか。ではじゃあちょっと後から違うところ使いますか皆さん。一回100食いましょう。じゃあとりあえずそのワイン1本と肉は高いのを適当にバッて持ってきてもらっていいですか。先ほどの塊の中からですね、はい、うまくも高いやつから順番に。わかりました。ピール行きたくない最初は。いやーそれ行っちゃうと行きたいけど行っちゃうと多分詰むよ。結構腹にくるじゃん。もうワイン行こう。ワインももういきなり欲しいですね。3個グラスもらって、はい、飲んでみます。一回軽く。じゃあ軽くで。佐々木君やばいんじゃないの。いけるワイン。いや頑張ります。頑張るよ。めっちゃ弱い。めっちゃ弱いですね。テキーラを2秒で入ったこと。え、普段飲まないです。あ、もうアレルギーレベルね。じゃあ大食い結構強そうですけど、パッと見結構食べる方ではあると思いますけど、一番後ろから食べるんじゃない。そうだね。でも飲んじゃうと食べれないんで。なるほどなるほど。飲むのが大事だもんな今回。ちなみに僕歯の今矯正入ろうとしてて噛めないんですよ。何でここにしたんですか。でもこれ結構前からこの予定入ってて、いやこんな痛くなると思ってなくて、痛み止め一応ロキソニン2粒飲んで全然痛いっす。まあ頑張りますけどでも痛い。全然痛い。喋るのは全然いけますね。全然いけます。全然いけます。でもわかめスープでいこうかなと思ったんですけど。いや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 、どこのわかめ持ってこれば。これ水僕大丈夫。酒しか飲まない今日は。僕もそうしようかな。僕も心強いな。こういう企画結構やってますけど本当に使ってるんですか毎回。使ってますよね。うわ、じゃあここはさすがにいけないとね。俺たちもそうっす。俺たち前だってやった時無理だったじゃん。無理だった。50万ぐらいで。あ、ガチ断念した。断念しましたね。ケーキがきつかったな。あれケーキ頼んじゃダメだったね。全部きつかった。まあね、むしろ。でも今回人数が結構おるから。そうっすね。もうなんか相席居酒屋みたいな感じで変わる変わる来てくれるみたいな。バテたら交代で。なるほど。ロケマサ君とか初めましてですからね。そうですね。初めまして。初めまして。名人めっちゃ強そうなのに。強いです。名人も弱いよな。強くはないよ名人。名人どこ行った。ポケモン GO しよう今。どうせポケモン GO しようやろ名人。ポケモン GO。 いやでもさっきのボートレスチームもずっとポケモン GO してレクーザー育てとったもんな。ウマ娘かポケモン GO ずっとやっと。これでもこれだけで高いよ。これ20万でこれだから3万とかそんぐらい。これ度数どれぐらいの。10何パーよね。じゃあ大丈夫や。でも多分足がきついんやな。俺香りが大事なんですよ。絶対何も分からへんやん。うわすげえ。ブドウの香りがすごいわ。大体ブドウねんって。こうやって回してね。そうでも本当にワインによってはブドウの香り違うんですよ。へえ。うわこれめっちゃいい匂いする。分かる。
これ分かります分かります。俺結構ワイン飲んでるんで。ラファエルさんほどではないですけど。これこれいいな。そっぽいな。じゃあボートレース。この900万勝ちに乾杯っすね。確かにいい機会くれた。そうですね、ヒカルさん楽しかったっすね。中の本当にそうですね。確かに、まあ、とにかく乾杯。乾杯です。いえ、そういう飲み方するんですか。一気いや、もうどうすか。チビチビとしんどい。どうでした。クソまずいっすよ。クソまずい。クソまずい。クソうまくない。うまいね。でも確かにマシかも、これちょっと今までのワイン一気に飲んだらマシかも。俺も一気に飲む。クソうまい。一気に飲まんかったこれきつい、ちょっと正直。飲み方や。で無理なやつ。これはうまいっす。あ、でもなんか前よりアルコール感じるかもしれない。一緒のやつだけど、うん、なんか年数が違ったらあるじゃん。年数が違うとか。でも美味しいって感じなくて全然いけるよね。俺これ美味しかったらまだ余裕でいけるもん。余裕でいきますよ。だから1本とか余裕であげれるよね。うん、2本いけるんじゃない。ちょっとベロベロになってるかもしれないですけどね。終わり頃に。日本行ったら40だよ。でも60食べるってめっちゃきついですよ。マジでちょっと1人当たりいくらになるんですか。9人1人8万とか。8万とか。あとシャトーブリアン2ついかなかった。1人シャトーブリアンの8万のデカさんどのぐらいですか。それで1本ですか。それで今2本分です。いやいや、1人あれはいけないでしょ絶対。あれで8万。そう、きついわこれは。きついよ。プラス 50% ぐらい取ってくれんだな。今回なんか趣旨変わってる。あと全員と会うのは初めてで、俺初めてです。あ、そうですよね。吉田くんは初めて。前回いなかったから、うん、でも吉田くんが一番光くんのチャンネル見てて、昔から、もうそれこそ 2,3 年前から見てるでしょ。そうなんだ。そう嬉しいですね。同級生ですかね。平成3年生。そうですね、早生まれなんでね。まだ一緒やもん。同学年。今年宝くじとかでめっちゃバズった時ぐらいから。いや嬉しいな。ラファエルさんとかとは。あの祭りくじじゃなくて。祭りくじ。あ、そうか。それで言ったら宝くじの動画も先駆者とか。ギャンブルとかは結構 ね、お金使う系はちょっと先か。嬉しいですよ。いやいや、こちらこそ嬉しい。顔ちっちゃいですね。びっくりしました、それ。あと前さんも、あ、顔ちっちゃと思って。2人とも僕もさっき前さん眉毛めっちゃ綺麗。前さんね、なんかね、渋谷一の眉毛サロン行ってました。眉毛めっちゃ綺麗。なんかめっちゃ通ってるんですよ、マジで。メンバーの方々にも会えて嬉しいですね。確かに、ちょうど5人5人ぐらいいますもんね。そうですね。岡君がね、まだ新メンバーの、なんかしたいですけどね、また5対5とかでやってですね、チーム戦でなんか。相馬さんでも会いたかったですね。相馬さんね、バーベキューやりたいですね、僕ら。バーベキューやりたいな。バーベキューめっちゃいい。最近やったよね、栃木でバーベキュー、キャンプでグランピングっていうのがあって、豪華 なんかキャンプで。やりたい。めっちゃよかった。あれ、佐々木くんはなんか光くんの地元の高校行ってたんでしょ。え、姫路の。しかも、おー、しかも、しかも工業。しかも工業です。うー、懐かしい。しかも工業、結構厳しいところやもんね、確か。結構行った。しかもなんや、懐かしい。佐々木くんは年齢的には俺のだって4つとかしたくらい。いや、もっとしたかもしれない。あ、じゃあ全然、じゃあもう被らんな。24なんで。まさかの。もともとは大阪でしょ。もともと大阪で、高校だけ。なんか番組に出てたもんね。出てたっすね、ヤンキー教師みたいな。なんて番組あれ。ありえへんすかい。ありえへんすかいか。ああ、そんなったんや。近いんや。じゃあ唯一。え、でも出身全員どこですか。愛知。僕らは愛知ですね。で、佐々木くんだけ大阪。どこで佐々木くんは出会ったの。佐々木くんは一番最初に格闘技のジムで出会って、たまたまその当時住んでるとこが東京で近くて電車でよく会ってて、だから YouTube やりたいんだよねって言ってたら、なんかパソコンめちゃめちゃすごかったんで。なるほどなるほど。で、なんか一緒にやろうってなってた。この中絶対やった方がいいなと思ってた。で、だんだん呼んだって感じよね。吉田君と拓磨が。いただきます。いただきます。佐々木くんいきなり食べれんの来たね。確かに佐々木くんキュウリ全く食べれんくて。なんか昔海鮮丼2人で行って、俺食べ終わった後に横見たら、なんかまるっきり何も手つけない佐々木くんがいて、キュウリが入ってたから食べれなかった、一口も。俺もこれ無理やわ。え、歯が痛い。そっちから無理や。あ、結構思ったより硬いですね。しかもこれ食べても1円にもならへんだ。ちょっとやめてた方がいいなこれ。確かに。あ、そっか。そんなこと頑張った方がいいな。もう一つ焼肉に来たしね。でも美味しい。美味しいけど、もう硬すぎて食べれない。これ硬かったら肉無理か。まあでも柔らかいからいけるから、外ぶりやも。柔らかい肉で食べよう。めちゃめちゃ切りまくるしかない。確かに。いや、でもさっきのボートレースの勝ちはマジで、俺もだって3年4年ぐらいやってきたけど、あんな勝ったことないから、すごい。あれはあれマジ興奮したな。奇跡的瞬間。 YouTube 史上初ぐらいの、初ぐらいのレベル。1回で持ってきたのすごいな。すごいよマジで。大興奮だったもん、ね、マジで持っとる男やったな。あれは最後で最後やから余計ちょっとなんかドラマチックで。誰もかけたと思ってないやんなと思う。俺すら忘れてました。俺石田コンクで終わった後もらって、そしたらもう一枚後ろから出てきて、あれ4
あれ4-1だと思って、あと見えんくて、そしたらなんか普通に来てて、ビビったね。あれはすごかった。お待たせしました、シャトーブリアンです。先ほどの日本まるまる。え、これが8万。そうです。お、これが8万ちょっとなんか。いや、これ10回ですよ。これ10回いけるか。すいっすよ、これ。これってもう一発あるんですか。今日はシャトーブリアン終わりなんですけど、その前のフィレはご用意できます。それはどれぐらいなんですか。量確認しますね。はい。やっていきますか。はい。これを頑張っていきましょう。あれないですか、キャビアとか。あ、そうですね。置いてないですか。もうなんかなんとか100万いくためのメニューを教えてほしいです。ウニユッケ、ウニユッケ、ウニ特大ぐらいでお願いします。食べたいです。5個です。20ぐらいって見られる。食べないですか。いや、後でやっぱちょっと交代で佐々木くんバツできたらちょっと交代とかそうですね、行こうかなと。佐々木くんでも映りたがりだからすごい頑張っちゃうかもしれないです。映りたがりではないです。うまそう。これは絶対うまい。ボートレースマジ楽しかったからまた行きたいですね。今度変えていきますか。佐々木くんがボートレース側で、その後の打ち上げ僕らで。あ、いいですね。競馬とかもね。競馬行きたいですね。競馬もあり。結構オッズ下がるなっていうのは。最終ラスベガス行きましょう、全員で。あ、行きたい。じゃあベガス行く。やりたいやりたい。楽しそう。あの昔の動画でめっちゃ好きな動画があって、あの相馬さんとルーレット。相馬さん好きすぎ。ベルギー。ベルギーの相馬さん大好きじゃん。なんなの。ベルギーのカジノでヒカルさんが無双してたんですよ。めっちゃ勝った。ルーレットめっちゃ盛り上がる。気持ちいい。でもポーカーとかやりたいですよね。あ、やりたいなポーカー。外人無双したい。ビップルームで最低撮影いけるって聞きますけどね。それやりたいですね。なんかもうこれぐらい使うって決まってたらビップルーム抑えれて。ああ、そんぐらい持っていかないと面白くないですもんね。最低1000万からね。そうですね。もうどうせラスベガス行くなら。今ちょっと思い出しちゃったんですけど、吉田君そういえば今日あれだったの。税金差し引いた全財産かけるやつ。確かに。そうだ。やっぱリアル開示やるんでしょ。やるんだけど。ほとんどマジじゃないと思う。え、まだ分からん。でも全員貯金しないタイプ。しないタイプだから俺特に。そう。でもたくまめっちゃ堅実そう。俺たくまはめっちゃ堅実。そんな気がした。個人では持ってない。会社で会社で持ってる。一人一人みんな会社持ってるんで。ええ。だから多分会社に貯めてるでしょ。貯めてる。俺個人だから。俺は全然だから少ないと思う。だからいいよって言った。ああ、そういうことか。そう。だから佐々木って家賃すごくない？佐々木は125万ですね。佐々木大丈夫？佐々木くんは多分本当に全部あったら使っていくタイプなんです。もう家へのこだわりすごすぎ。125、俺の家より高いんだよ。そんなことある。どういう感情で125円なのか俺ってよくわからんっていうかさ。まあ確かに撮影部屋にもなるし、まあいいかなっていう。こんぐらい行った方がいいかなって。すごいな。でも俺も5月に270万とか引っ越すんで。結構なんか家こだわりたいですよね。こだわりすごい。お金なんかないんですよ、使うとこ。それは確かにそうか。え、でも時計めっちゃすごいの買ってなかった。あ、この間買ったやつでも700万ぐらいですね。タグホイヤーを全員で。はい。それって俺も時計買ったもんね。これで3000万ですよね。3000万って。これなんか分からんもんな。分からんけど3000万。でもこれなんか後ろとか見ると特殊じゃないかね。うわうわ、すごっ。これはレベル違うよ。分かんないよね、知らんかったら。分からん、全然分からん。でも本当はこういうの一番かっこいい。まあね、確かに確かに。分からんと分からん。なんか一回さ、時計買いに行った時にさ、ベルトわざと高くない風のやつに買えるらしいんですよ、金持ちの人って。あー、なるほど。あえて分かんない格好さ、隠してる。あ、1本終わった。おお、じゃあ行きましょう。行きましょう。3本いける、3本いける。5本いけるかもしれない。5本いける。これいける。これいけるか。これもう100万出す。大事にした方がいい。マジ5本いったら100万。うまそう。これこれもいけるね。出てきたらかぶりついた方がいいか。かぶりついた方がいいですね。歯が大丈夫かな。じゃあ俺もう、俺もそんぐらいいい。歯がめっちゃ痛くて想像を超えてるが痛いんですよね。よし、いただきます。いただきます。あ、うまそう。うまそう。いただきます。やるか。めっちゃやるか。早い早い。うん、これなんかそう。うまい。マジですか。強制チェーンでも食べれる。マジで。このお肉強制チェーンでも食べれる。マジでこれやばいわ。過去一かもしれない。これ全然いけるな。お、これはやばい。これはうまい。マジでやばいわ。本当にやばい。食レポはたくまうまいから、ちょっとここ寄った方がいいですよ。さん、いや、言っていて。見てください。肉の平和島。さっきボードレースやった。これでうまいから佐々木さんの前6番でも行った方がいいかも。肉好きやし。もう行っといてください。こっちでやっといてください。それでまた取って。これうまいから絶対行った方がいいよ。これマジでうまい。油が良質すぎてわさびの辛さを中和してる。うまいか。うわ、やばい。うわ。お腹。ウニやば。
国全国にしてほしい。贅沢だな。これね、こんなことしていいのかな。マジでうまい。もちいっすねこれ。なんかボートレースでも結果出たし、どうなることかなって思ってたところでさ、最終来た時にはマジ感動したな。我々でわかりました。カメラマン代表なんですけど、前さんが来てほしい。前さんね、前さん後から本気出しますよ。来ますよ。やっぱり、うん、でも前さんって本当いろんな YouTuber 研究してても一番優秀なカメラマンよね、うん、やっぱ笑い声がすごいから、うん、言われますねそれは。カメラもブレないし、うん、笑い声もすごいじゃん。確かに確かに確かに。みんなにもっと笑ってよって言ってるんです俺。なんか結局なんか結構みんな言うわねそれ。面白くない動画面白いと錯覚しちゃうんですよ ,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 
よ。え、安いの来た。これなんかウニ乗せすぎ。これ何個すか。ウニ爆乗せ一つ1万5000円です。熱い。1万5000円。これあと5個お願いします。これってはよくない。これはすごい。これはね、これあと5。ちなみにすいません、これを一船分全部乗せる。うわっ、えぐい。やばっ、あざすいわ。いただきます。これは、これはウニユッケじゃなくてユッケウニよ。完全に順序変わってるよこれ。うまっ、いただきます。めっちゃうまい。北海道産のウニです。これ通風まっしぐらです。和風ウニ。これじゃあ名人とつなぎさんのロケマさんも8位。あー、うまい。8お願いします。うわ、これはうまい。なにこれ、やばいね。マジで本当の甘さってこれなんだ、うん、ね、ま、本当の甘さ、ま、え、マイさん本当に面白くて笑ってますか。そこが気になる。マイさん嘘笑うてるからな。嘘笑いしてるよ。それがでもさっきの言ったあのテクニックです、ね、素晴らしい。え、この中で一番笑うのは誰なの。佐々木くんですね、うん、しかもマジで引き笑いなの。へー、え、ちょっと待って、なんか二等辺三角形のシャトーブリアンしたんだけど。めっちゃ二等辺三角形。どういう切り方したこれ。もうノリで。さすが中卒。中卒。噛みまくってるよ。さすが中卒です。もうよってる。二等辺三角形。これが二等辺三角形。めっちゃ噛んでる。めっちゃ噛んでるよ。吉田君めっちゃ弱い酒。そうそうそう。もともと飲まなくても滑舌良くない。あ、もう初日から良くなかった。そうそう、吉田君ってめっちゃ可愛いよな。なんか可愛い。弱さが下がってるけどさ、なんか見た目はちょっといかついけど一番可愛い気がする。それは確かによく言われるよ。愛されキャラみたいな。まあね、うん、吉田君はなんか企画とかを思いつかないですよ全く、うん、なんか自分が面白いかどうかしか考えてないタイプで、視聴者が面白いかどうかじゃなくて、なんか身内ネタ みたいなことばっかり企画してくるんですけど、トラブルメーカーでトイレ詐欺にあったりとか、なんか原宿の黒人と喧嘩になって警察来たのあったよ。ああいうのも全部吉田君なんですよ。一発一発を持ってるんですよね。きっかけね。そう。それをなんか見に行こうよとか言い始めてさ、吉田君が。そうね。なんでだろうあれ。吉田君ってめっちゃ正直すぎて、なんか結婚詐欺とかに合いそう。なんかもうバカ正直すぎて、いい人すぎて、もう誰が見てもこいつは悪女っていう人に普通にこの子はいい子みたいな。いや信じられそう。でもさ、吉田君って慎重じゃん。付き合うまで1年かかりますから。めちゃめちゃ慎重だから俺。ボートレースの買い方見て分かったじゃないですか。確かに慎重。見られがちなんですけど、女の人にはすごい慎重なんですよ。へー。結婚詐欺はないけど、他の詐欺はめっちゃ合うみたいな。自分から言っていくスタイル。石橋を相当叩いてよかった。そう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 。5回ぐらい叩きながら歩いてくるね。そう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 。叩くのがおかしいですから。そうそうそう。うまっ。うまいねこれ。ウニ。これほぼウニやん。そういえばあれっすね、ヒカル君とやるヤンキーテラスハウス。あれめっちゃ来ますね。来ます。めっちゃどうなったんですかみたいな。積んでますよ、きっちり。ちなみに追加でいただいたんですが、もう今日これウニ、これで最後です。あ、じゃあ、佐々木さんがロケましたか、どっちか。全部で6船使いました。ありがとうございます。こっち飯でめちゃめちゃ行くんで。お願いします。心強いですね。佐々木さんめっちゃ飛べれるんですよ。めっちゃ早いんですよ。ああ、なるほど。めっちゃ速くて。で、運動神経も抜群。えぐい。運動神経で行く。飛び箱16段飛びましたから、ね。あ、すごい。この年齢で運動しなくて16段飛んだりとか。やばいですね。何でもできるタイプ。そう、何でもできるスーパータイプみたいな。俺も16か17ぐらい。俺17かな。まあ一応でも現役の格闘家ですから、ね。これは何の肉ですか。山田牛の。これどれぐらいですか。それで5万円。おお。行きましょう行きましょう行きましょう。絡み。絡み5万まだっす。すごいな、やっぱりこの男同士のいいな。いいっすね。結局一番楽しいのってそこな気がする。ボートレースも企画っていうか仕事としてよりもなんか個人的に楽しめたもんな。確かに確かに。お互いお金使えるチームっていうのが強いかも。確かに片方使わへんかったらなんか楽しくないし、俺らもだって1億までなら全然乗っていけるというか、ノリで。どういうことですか。1億まではノリで、まあ、例えば1000万とかもノリで行こうよみたいな。まあ、それはカジノにしましょう。1億は1億カジノでもなんかカジノは1000万とかで1億に
にして帰ってきたり。確かに一人1000万とか。ああ、いいっすね、いいっすね。でもボートレースで終わったら終わる。事件にもやるけどね。でも同じぐらいのなんかメンバーの数でこうやって仲良くできるっていう。確かに確かに、なかなかないもんな、うん、年齢も似とるし。確かに、うん、俺らもちょっと上なんか。上が多い。マイスさんと佐々木さんが俺の2個上やから。 YouTube ではマジで大先輩ですからね、本当に。この期間ずっとこのバズり続けれるっていうのは本当実力っすよ、うん、おらへんもんな、あんまり減ってきとるもんな、うん、すごいなってマジで思いますね。ヒカル君がすごいんですよね、やっぱ。で周りもやっぱいい人が多いっていうか、前さんもすごいし、名人も一撃持ってるタイプじゃないですか、吉田君。確かに吉田君持ってますよ。今全然喋ってないですけど、京都さんの一番の爆笑アンジャカスラって言ってます。今もだずっと検討されてるでしょ、あれ。ずっとね、なんかやってるんですよ、ポケモン GO かなんか。あ、本当だ。でもそれを許せる状況を作ってるっていうのはすごいですよ、この撮影中にやりますからね。いないと思う。さっきも相手のチャンネルでポケモンをずっとやってるって。一番隅で上記してるんですよね。考え方がもう一番映らんそうなところになんか座ってたし。でも最近彼女できてね。えできたの。えっ、もう高校以来ぶり。どこで知り合ってんですか。いや、それが DM なんです。 DM？ いや、しかもなんか練習って腰がめっちゃ痛くて痛めてて、基本 DM 返せないんですけど、相手の子が私整体ができるんですってアプローチをしてたんで、でなんかその腰の痛みを取るストレッチを教えてもらってるうちにやり取り続いて、ちょっと実際に施術させてくださいってなって会って、そっからなんですよ。施術させてください。二個処刑女子にもほどあるでしょ、施術させてくださいって。すごいな。でも DM とか返したことある。すごいファンな人は。たくまなんて山ほど返してるでしょ。完全に。最近は返してない。え、最近はない。最近は返してないんだ。昔は返してたんですけど、最近はもう悪口しか言われないで。一番好感度低いのは誰なんですか。多分たくま。一番いいのはやっぱ吉田君。一番いいのは佐々木くんですね。俺さ、編集で炎上しそうなとこ全部カットするって。自分にとって強さとかカットしてるから。逆に残したいんですよ、そういうの。炎上しなかったんで、全然今まで。じゃあここはカット。俺で今いくらぐらいなんだろうね、でも。72万5千、余裕よ。でも200はしんどいな。でもワインもう一本いけるじゃん、絶対。200いけるかも。勝ちや。みんな食べてます、本当に。ペコペコ状態です、まだ。このハラミも。どうしたの。いやいやいや、俺もちょっと歯が痛すぎて、マジで噛めへんわ。確かに痛いですね。前さん同じ人って、めっちゃ痛いよ。前さんかっこいいですよ、生。生って言い方が。確かに、前さん生の方がいいって言われる。眉毛めっちゃ綺麗ですね。一回インカミにした方がいいですよ、それ。それでいて硬派なんですよね。嫁さん以外興味ないって感じですよね。そう。めっちゃ来るでしょ、そんなん。いや、でも、そんな。結婚してるの言ってるから、やっぱ、そういうのはもう絶対行かないっていうのは、多分視聴者に伝わってるんですよ。来たことないな、そういう DM だったら。吉田君はめっちゃ来そうやな、ね、それで言ったら。そんなこともないです。吉田君多いです、うん、だってこんな紅白って女の子からすれば、うん、プレゼントとか俺より多い時あるもん、ね、文通とかからスタートしそうな。いや、でも理想っすね。理想それ、それしたいんですよ、ね、お見合いとかが逆に向いとるんだ。こだわり強いぞ。でも逆かもしれないですね。こだわり強いから紅白に見えてるだけっていう、それあるかもしれない。だってあんま良くないですけど、告白してくれる方はいたんですよね。けど一回もその OK したことなくて、自分から行きたいみたいな。なのに1年間は見たいとか言ってるから、相手もきついんですよ。確かに大人だって1年間待たされたら、さすがにもうこれしんどいなっていう。少年ですよ、それ行けるとか、その仲間たちが3ヶ月ぐらいでいいんじゃないかって言われるんで、そろそろ帰っていこうかなみたいなところはめっちゃあるんですよね、1年はちょっと長すぎるな。どんぐらい使うんじゃ。僕はもう初日っす。初日あれっすよ、なんか女性はほとんどが90秒で決めるらしいです、ありかなしかは。大悟さん曰くね、大体そうな気がするな。でも、いや、でもボートレースか競艇か競馬、うん、何でもいいんですけど、また近々行きたいですね。でもちょっとね、買ったから、うん、もういけるっていう感じありますよね。勝てると思い込んじゃってるんで、はい、競馬行きたいですね。一番なんか儲かる確率が高いとこ行きたいです。競馬が一発高いです。奥行きたくないですか。奥僕あります。走る数が違うんです。最低でも11ぐらい走るんで。競馬って単勝もありますもん。あります。単勝ブッパー。うわ、ランク5万円です。そろそろなんか、ヒカル君のメンバー入ってほしいなってありますけどね。誰が欲しいですか。前さん欲しいです。あ、前さんはだってカメラマンだから。名人一回。名人ちょっとこっち来て。ポケモン GO やってる場合じゃないぞ。名人なんかさ、やったらみんなの気に入られるからさ。愛されるんですよ。愛されキャラ。俺、前さんがいいです。前さん来れるよ。たくまカメラ。お、名人と前さんが参入でしょ。でもあれっすよ、たくまが俺のメンバーの中で一番リアクション薄いんで、相づちの笑いとかないっすよ。はじめまして、こんにちは。こんにちは。前
さんとこの兄弟が並んで確かに確かに一緒にご飯できるっていうのが、うん、こっからの画角欲しいね、うん、でもちょっと兄弟っぽいじゃないこの2人もあそうよく言われるね兄弟同士的な、うん、嬉しい光栄ですよ本当に毎回聞いてないし名人はそのネックレスは彼女の趣味ですか僕があげたいです韓国のアイドルグループみたいになったねああ確かに、うん無視したすごい無視するよ朝からビビる無視した全くビビらなかったもんな驚かした時なるほど驚かした方がビビっとったもん俺ビビりましたねさすがに名人は見てくれてるんですかチャンネルとか見ないですかチャンネルは見ないですけどそこは言おうよチャンネル見てなくても見てるみたいな試合とかはあ試合とか見てくれてるんですかやっぱり、ね、気になっちゃいますどんな印象ですかアドバイスしてねアドバイス欲しいですね試合にもっと壊した方がいいよアドバイスかおかしいよねアドバイスアドバイスはおかしいねアドバイスはさすがおかしいな印象は最初っていうか地下とか昔やってたと思うんですけど地下アサヒだ地下って言うんだ出てくる前にまあでもその時から多分格闘技界の中でやってる有名やったと思って僕はまあ全然知らなくてでもいきなりなんかすごい人現れたなみたいなあった感じの印象とかってあるんですかやっぱりその試合しか見てないんで強豪っていうイメージあるじゃないですか、はい、ああ確かに確かに、まあ、そうじゃないっていうめっちゃ優しいっていうめっちゃ優しいそんなに優しいことしてないよあんまり俺変わらんって言われるよねでも動画と全然変わらん。なんか思ってるはないって。うん。でもなんか僕なんかその光と浅倉さんのなりすませみたいな感じましたね。似てるなって思います。考え方が似てるなっていうのは、うん、いろんな人に言われますね。人を裏切ったりとか、男気とかが二人とも多分めっちゃあると思うんで、仲間を大切にしてるっていう。借り方も似とるしな。お互い乗っ取る時の。俺今回セーブしたけど、大体似とるもんな、ね。確かにでも多いよね。そういう似てるって声はマジですごい多い。確かに確かに。ピンチがチャンスって考え方ですよね。確かに。それは俺もマジで一緒で、だけどそういう人って結構少ないから。柴田が言ってたね。ああ、言ってたから柴田が確かに似たるって。なんで言ってた？ピンチの時に逆にチャンスに変えていく人ってあんまいないっていう。なかなかね、そういう発想ってむずいやん。絶対。名人は普段なんか編集とかしてるんですか？はい、大体編集で腰大丈夫ですか背もたれがあればいけるんだよ俺もぶっちゃけなオリスパとかやってる彼女って結構憧れるじゃんああなるほどなるほどなんか付き合ったらやってくれるのかなみたいな、はい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 、でも俺焼いちゃうなああその働いてることがああ確かに触るわけやんめちゃめちゃまあねまあね俺は無理だなちょっとでもオリスパとか行ったことあるないそういう感じじゃないよなんか本当に健全にマッサージするだけだから高ないレベルなるほど吉田君の理想の職業はカフェとかケーキ屋さんとか、うん、お花屋さんとかそういうレベル、もう小学生とか中学生そこを言う人ってあんまりない本当のランキングで言うとなんとか C 系で保育士ほら看護師、介護士とかなるほどね看護師とかだってそれこそなんか患者さんの面倒見るじゃんそういうレベルよオリスパもあそうなんだ、うん、だからオリスパの彼女とかできても結局なんか付き合って3ヶ月ぐらいしたら面倒くさいって言われそうなわけよマッサージとか、うん、その辺はどうなんですか名人はあ名人じゃん相談にしてもらう整体まあまあたまに痛くなる時とかあるんですよ背中とか、うん、はやってもらえますへえ付き合ったことによって腰が悪化したことはないですかその中その夜に使いすぎてまさかのまだないまだプンラも結構なんか昔からすごく仲いいんで友情愛みたいなのが結構言われてるんですけど兄弟愛ですもんね待って29年の付き合いですからね、そうですよね言ってもやっぱりでもそれはまあカイ君と一緒だね、カイとは仲良くないですよ別に仲良くないことはないけどプライベートとかではマジで会ったことないですね、あるんですか別にでも趣味が一緒なんですよ、同じゲーム同じ漫画読むみたいな価値観が似てるっていうだからじゃあいそうだな、うん真逆だもの性格がカイとはね、うん、カイは本当にめっちゃ人当たり良くてねそうだねみんなに好かれるタイプ、うん、メンバーのカイ君と仲いい人いるんですか あ誰か気になるってこれいやいないっすよねいない、意外に岡あ岡君か岡は誰とでも仲良くできるタイプ確かにまだ来てないけどいや岡さんもいいですねちょっと10人でおぜひぜひなんかしましょう何しますマジでギャンブルと大食いがセットなりそうな気がしてるな競馬ギャンブルからの大食いがワンパターン化しての負けるまではそれでいってみた。もう一発神回残して。でマジで神回になったね。あれはすごすぎました。あれはすごかった。でもやっぱり光チームのチームワークがすごかったなっていうのを感じました。僕らも負けてき
してるんでね、ゼロで終わるのだけは嫌っていう。でもだって逆に言ったら一番倍率っていうか高かったのは前さんの200 200何倍ですか。あ、ありました。200何倍あんなんだって10万とかかけたらすごいよ。4000万。今いくらですかね。78。うん、積んでな。あと22だからワイン、ワインいったらもう一撃で終わっちゃうっす。ワインいったら全然。でもまだだって食べたいじゃん。食べたいっすね。プトーブリエンがマジうますぎたな最初の。ビビったねあれ、うん、あれもないんか。前さんはどれぐらいで帰るんですか。今日ですか。はい、1ヶ月に2回ぐらい帰ってないです。あ、で3日間ぐらい休みたってて。すごいっすね今の。どれくらいで帰るんですかね。その分かったの。まあでも大体の俺は主語言わないですよ。だから俺たち 何がって言うじゃん。それを確かに分かったのすごいな。すごいレシーブ力半端。やっぱ IQ も高いんだなって。確かに IQ 確かに。吉田君はもうちょっと気をつけた方がいいよ、ね、自分目線でしかないから普段の人の話よくないわ。どれくらいでかいですか。なんかこっちが一回言った後だったら分かるよ。知ってるっていう話やったもん、ね、でしょ、うん、やっぱ視聴者さんも知らない。今新規の方もいるからね。何を言ってた。新規の人もいるよ。その今日ヒカルさんの動画を見る人もいるわけ。あからしたらどういうことってなる。あ、まあまあまあ、いや誰から見てもどういうことなのよ。いやそうでもないでしょ。いやいや動画で帰るやっぱ帰ってないイメージがあるから。はいはい、ヒカルさんの動画見てないでしょ。そういうことよ。なんで逆切れされたの。そういうことだ。逆切れされたから。そういうことだね。たくまどっち。それで言うとたくま視聴者目線どっち。吉田の圧力無視した。圧力無視したら悪い。まあ今のは前さんがよくすごかったっていう話よね。多分前さんのレシーブが半端ない。そう、俺はそう思ったよ。無筋です。無筋。これで今ちなみに合計が82万の1点。うわすごい。これ食べてっつうね。はい、これ行きましょう。お父さんやばいっすね。あすごいっすね。え、うん、お父さんやばくないっすか。俺のお父さんは喧嘩ばかりしてるんで。あ、なるほどなるほど。ずっと連絡取ってないっすよ。へえ、ぶっ飛んでますよ。すごいっすね。トークがねマシンガンすぎてついていけないっす誰も。まあでも血を引いてるからこそ、うん、っていうのありますよね。確かにそれはそう。俺のおばあちゃんもそのレベルですよ。へえ。電話かかってきてこっちがなんかもしもしって言った後3分間ずっと喋り続けますからね。こっちなんか相づち1回も打てないっていう。ロケマスお腹いっぱいなんだ。油にやられてます。ロケマス君は彼女いないですか。彼女おらへんかい。へえ。アイドル的な感じですよね。ちょっとちょっとだけかっこいいですもんね。ジャニーズにいてもおかしくないもん。うーん、ワンチャン引き抜いたんじゃん。ワンチャン引き抜いたフレッシュ嬉しい。なんかママカスとかしてそう。でも昔はめっちゃイカつくて。バイクとか。どっちかって朝倉未来のチームにいてもおかしくない。パッと見の見た目は。そうなんだ。やんちゃ系ですか。やんちゃ系。佐々木さんも昔やばいっす。順番で言うと前さん名人。で、松田。そうですよね。バイさん。佐々木さんも中学校の時にね、特攻。誰相手に言ってる。いやでもやっぱね、悪かった。いやでも顔的に一番悪そう。なんとなくわかる。同じ匂いがするか。同じ匂いがします。前朝倉さんが動画撮ったじゃないですか。はい、あの後も格闘技やりたい、格闘技やりたいって言われた。来てください、やりたい。ちょっと名人も行きますよ、1人で。1分大会。名人行きます練習。名人でやってようとしたわけから、行った方がいいんじゃないですか。1分大会出てもらいたいね、もし。ブレイキングダウンね。1分大会じゃ殴り合いです。そうそうです。全力で。全力で。もう全然簡単みたいな。もう試合全部提供するんで、もし出てもらえたら。5月9日やるんで。もう20試合組んでるんで、結構面白いカードめっちゃありますよ。現金すぎたらまあ次回とかでもいい。そうね、そうね。じゃあ一回ビール行っとく。ビール行こう。ビール行こう。ロケマスこっち来た。ただいまのとこ、ここ始まるんですか。名人アウト。あ、はい、はい。名人、ボケマスゴーしといて。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はありがとうございます。終わった、終わった。失礼します。困ったね。すごいな。いただきます。あ、でもマジでうまい。お願いします。始めました、始めました。お願いします。佐々木さん飲むんだよ。どうしたい。ビール、ビール来た。あ、ビール来た。しりとり俺めちゃめちゃ強いですけどね。これしりとり負けたことないっすもん。一回めっちゃ研究して素攻めするんですよ。マジで。それテンポがパンパンみたテンポ。いや違います。10秒間あって10秒あるんや。だけど素攻めするんで。やったらいいんですけど。ちょっと一回でやってみる。やってみますじゃあ。そんな強いって意味やったら。いやマジマジで強い。だから俺の横にいる人終わりますよ。なるほどなるほど。じゃあこっち回りする。俺がじゃあ。わあ。やるく子供たち。負けたら一気ってこと。あ、いい、もちろんもちろん。俺ワインいけるから。で、俺もじゃあワインそれ。5人でやります。はい、やりましょうやりましょう。答えるまでに10秒間っていうのと、誰かが言った同じ言葉を言ったらおしまいっていう。はい、ここからいきますね。じゃあお願いします。リス。スイカ。あ、誰か10秒数えます。心の声でいきます。じゃあ、佐々木君10秒数えれる。心の声。カニ。
ミス。なんかね。ミスされる。ああ、いやいや大丈夫です。スズメするのに知らんの。弱くない弱くない。それありがとうございます。スズメメス。スズ。またに二攻めかこれ。煮物。ノハラ。ラモス。有名な人はありね。なんか自分の学校の中学校の同級生とかなし。みんな知ってれば OK。 そう、ここでスズメしてるとこの辺でも聞いてきますからね。スズメ、ヌ難しいね。ヌカ、まあ、カス。スロベニア。スロベニア。スロベニアってなんすか。海外の国。ええー、国なんだ。そう。朝顔。帯で。レス。レス。ああ。スズメ。スズメ。スズメ。逆にね。みんながスズメしてますね。スイス。佐々木くんがめっちゃすごい目つきで見とった今10秒スジ、スジ韓国アイドルのベスジですか。筋肉の筋肉。あスジね。次回ね。妹トモ。あモスバーガーこれはガスね。ガスうわー来た。この辺でいきなり聞いてくるわけよ。スズメが同じこと言ったろ。えスプライト。スプライト、あー飲み物ね。おーおーそうおー何秒スズメ。あ、歌うよ。歌いたい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 。なかったなかった。でもちょっと俺スロベニアって言ったらスロバキアかもしれない。俺そんな聞いたことないなと思って。なかったね。でも多分スロベニアあるっすね。ありますスロベニアあります。おっとおお。じゃあ少ないな。なんかこっちじゃない。ちょっと足してもらいます。ああそう足しよう足しよう足しよう。うわ行くな。うわやばいくね。うわどうします。もう一戦しときます。このままの感じでいくのか最初から継続ってこと。リセットするかリセットでもいいですよ。こっちです、いきます。継続の方が面白い。継続いきますか。まあ何言ったか覚えてないけど。まあいきますか。ストロベリー。おお。じゃあリゼメに変えようかな俺。リゼメ。リハビリ。おお。リクルート。何言ったか覚えてないとダメだね。確かに。豆腐。ルゼメにしよう。ルーが一番ないでしょ。フルカブルートすでいこう。豚。タール。あータバコの。おー。ルール。おお。ルート。トンビ。ビス。スルーパス。うわすげえ。おおすげえ。スクエア。佐々木の心タイムが。そろそろアントニオ猪木。おお。キス。おお。ああああああ。スメシ。シ？シール。おお。ムス。スミレ。あれスミレ言わなかったっすけ。いや、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 こういうのはどうなの。いや、一応なんか審議で。オッケー、なるほど。レスポンス。おお来た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 。ちょっと待って、俺のこと嫌い。心の時間が進んでます。またか。スおお。なるほど。僕らスズメ聞いてくる。スって何のス。だから、あの、オスのスやん。うん、ああ、俺じゃあの鳥の巣の巣。そうだね。半日違いってことですよね。そうそうそう半日違い。やばい。じゃあ俺はあの素人の人の質。そうだね。ああ、なるほど。やばいですこれ。スイカ。言ったね。スイカ言った。スイカ言った。絶対言った。最高の方に。ああ、来たか。これは。これでも死ぬと思わんじゃん。じゃあ、肉一気食いに行きます。肉一気食いだったらワインの方がいいです。ワインの方がいいです。ワインの方がマジやばいんで、だったらワインいきます。おぉ。いただきます。おぉ、行くか。おぉ、行った。素晴らしい。オッケーオッケーオッケー。まだ行きます。でもこれなんか逆に敗退した人は除外してやっていくのが面白いかもしれない。ああ、なるほどなるほどね。下の2人になるまで。そうですね。じゃあ行きますか。スからですね。スス、モモ。おぉ。モモ。モグラ。タッコ。コール。ルル。あールルね。あいやいや、めっちゃハイレベルになってきた。ルありますあります。ルイス。ルイス。ルイスとはあれでしょ。あれですよね。あれですよね。ルイスルイスって調べたらめっちゃ出てきます。それはどのルイスですか。どのルイス。それは多分それです。俺の好きなバスケット選手います。本名ダッシャードルイス。ダッシャードルイス。みんなルイスって呼ぶすもんね。そうルイス。オーケーオーケー。じゃあスっすね。はい。スパイス。おお。
すごい。科学、薬、リクエスト。おお、すごい。トーマス。おお、いい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 。スペース。うわー、すごい。すす、隙間、マス。あー、スカ。え、スカ、スカね。怪物、ツール、ルーツ。おお、マジでレベル高いとこまで来てる。津波、ミス。うわ、やばい。すぐ来た。スミス。おお、いスミスって何だ。ウィル・スミス、ウィル・スミス。それで言うやつありやろ。スミス言った、スミス言った、スミス言った。スライス、ストレート、トール、スタバとかでもあるじゃん、ある、スモールトール、はい、ルーカス、うわっ、うお三君、二、一、おお、出なかったな。終わり。ちょっと待って、出んかったな。急に出んかったな。鈴とかあったやん。あったね、うん、でも吉田君にだけ言われたくないからちょっとこだわりすぎたね、すで返そうと思いすぎて。確かにそれは確かにそうかな。いやまあけどさすがだね、さすがさすが、さすがだ、怖かったな。さすがのね、やっぱ、うん、言葉の、ね、さ手数がすごい。じゃあちょっといただきます、はい、うわっ、めっちゃ残るもんな。いやでもマジでうまい。うまいね、確かに。これ美味しいっすよ。美味しいっすよね、はい、一気する飲み物ではないけど。吉田君弱い普通に、しりとり弱いスって結構きついよな。冷静になるとやっぱポンポン出てくるんだ。そうなんですよね、多分視聴者としては多分もっとあると思うんだけど、この場合になると結構むずいっていうね。今でももう100万いきましたよね、普通に。あ、そっか、129万、いってるいってるいってる。クリアしたのか。クリアしたね、やっと砕くか。じゃあ、友達派か、彼女派か。あー、なるほどねせーの、はい、勝った。やった。うわー、マジで。チャンスは勝ちますか。チャンスは勝った。よし。え、てか彼女派。え、友達派じゃない。いや、これ彼女派っすね。特別な人なんで。あー、なるほど。えぇー、うわー、きつい。3人負けか。いや、俺多い方だと思ってたわ。違う。本当か。最後はこれどう。で、僕結構友情って、彼女派か友情派かで、友情派選んだけど、シンク嘘だよね。じゃあ自爆して、一人で自爆して。やっぱ詳細意外におもろいんやな。いや、面白い。いただきます。すごいな。一番飲んでる。うん。すごい。早っ。ああ、うまい。うまいって思えるのは強いな。すごい。まだ全然いきますよ、俺は。じゃあ、いきます。次、じゃあ、お題、誰に書きます。で、今度、ヒカル君、目は前さあるから。じゃあ、S か M かでいいですかね。S か M か。ああ、どっちがどうですか。S が上で、M が下です。せーの。おお、強い。お前、いや、昔 S じゃなかった。いや、S でもある。いや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 、S でもあるし。いやいや、昔でも S って言わなかったよ。はいはいはい、この間の質問、マイさん、S。 はいはい、これは絶対あると。これは絶対あると。これはずるい。しかも、S でもあるし、M でもあるって自分で今言ってました。それずるいですよ、どっちか。それはずるい。それはずるい。そのお題にしたの。それはずるい。じゃあ、いきますね。ビニールの息一番きついよ。いや、元でも一応大学生の時言っとったもん、それ。うわ、すごい。おーい、すごい。すごい、よっとぶ。じゃあ次、佐久間からのお題。じゃ結構ギャンブル要素強めのやつですか。夏か冬か。あー、好きか嫌いか。せーの。打ち合わせしたぐらい考えた。
ち好きそうや。単純に飲みたかったっていうの。いやー、いただきますね。いただきます。夏好きそう。うわー、よいしょ。いや、こんな綺麗にみんな冬。じゃあ次、ロケマさんお題。タケノコの里かキノコの里。キノコの山。山で行きましょう。せーの。あーい、お前自分がタケノコやったらさ、絶対タケノコ取るじゃないですか、よくキノコ派閥でもおったらそんな派閥おったら爆笑さん派閥やろ。あ、そうだ、爆笑じゃなすぎる。おい来た。まあ20分で今しか味わえないですよ。確かにな、確かに確かに、いいこと言うやん。うわー、すごい。これでもマジですごいスパンで飲んでますよ。俺まだ無敗。うわ、すごいな。全然負けてない。でも次ヒカルさん、あ、お題じゃいい。そうですね。じゃあ、はい、焼肉か寿司か。うわー、あー、オッケー。せーの。うわ ー、 うわー、マジ寿司。寿司っすね。絶対肉やと思って、肉やと思ったのに寿司。これ20日連続寿司食べてました。じゃあ行きましょうか。お前ください。これでちょうどラストで、じゃあ3本目終わり。200万目指せるってことか。いや、それはそれで死ぬ。じゃあ肉に引き出しましょう。じゃあ肉これで。これきつい。これきついな。これきついな。肉でかい。ベガスで。うん、腹ペコも一口目だったらうまいんだけど、今は罰ゲームなんですよ。じゃあそれこそうどんかラーメン。せーの。よし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 。いやー、やったね。これはマキさん、うどんじゃないんです。逆にラーメンとうどんやったらラーメンを好き。まあ今は残念ながら やっぱうどんってうどんってなんか体に悪くないのがあるから、家庭の時とかね。そうそうそう、これ結構きつかったな。かっこいい。ワイン一口飲み終わったな。ハワインもあるんだ。もう吉田君が持ってるとローランドにしか見えないんだよ。あとじゃあ2000円ぐらいですかね。となると次マイさん、胸かお尻。おお、これアップにした方がいいですか。もう一回もう一回言ってもらっていいですか。胸か、胸かどうしたの。お尻か胸が好き。あ、なるほど、はい、奥さん見てるかな。見てるからね。せーの。うおー、やったー。だいぶいってますね。俺も酒がいい。あ、水もらっていいですか。ビールはやばい。マイさん、肉どくじゃん。うわうわ、すごっ。これすごいっすね。すごっ。うわ、てか早っ。最後タクマですね。陸上か水泳か。見るのじゃなくてやるの。やるの、はい、俺しくったな、これ多分。いや、せーの。おー、結構でかすぎんこれ。でかっ。クソでけえねこれ。こんだけさ、細切りにされてるさ、こんだけの回数運ばんといかんわけやん。きついよこれ結構。いける、マイさんそれ一口。いや、一口じゃないです。マジっすか、マイさん。それ一口でいけるんだったら TikTok 撮った方がいいっすよ。おお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 早い早い早い。本当にカバのそれなんよ。早いな、俺も飲み込んだ。早い。クソ早いじゃん。残りこれだけ。そうっすね。さっき結構最初にリタイアして、そっから出てきてないから。確かに。最初行こう。メインポケモン GO、 もう終わろう。アンインストールしとって。この二人なんかちょっとやっぱ雰囲気でちょっといけるね。吉田君もちょっと、前さんで吉田君で、この二人仲良くなりそうじゃないですか。この席に座っていいんですか。ファン。いや、もちろんファン。500円でめっちゃいい匂いしますよ。え、そうっすか。めっちゃいい匂いしてるやん。なんだよ、お互い褒め合って。ゲイとかじゃないけど、好きだからやっぱこの二人メンバーの方も。最後名人に行ってもらえますか。名人が爆弾放り込んできた。2、4、6人やから、もう一人よ。じゃあ6。もう一人、もう一人。旅行に行くなら、韓国かエジプト。エジプト。自分だけエジプトにしようとしてる。違う違う違う、自分だけエジプトにしようとしてる。少数派にしようとして全員をはめようとしてる。そんなことない、そんなことない。エジプトに行きたいって一緒聞くの。俺もまあ行きたいね。でしょ。やろう。じゃあやろう、じゃあやろう。変えましょう。え、変えた。じゃあモンゴル。モンゴル、国多いな。モンゴルか。モンゴル絶妙すぎる。あんま分からへんだろ。モンゴルどの領しか知らない俺。ネパール。うわ
わかりました。なんで分からへん。もう分かる、こっちが来るか分かる。ネパールでどこ。インドの近く。よし、行きましょう。行きます、せーの。うわー、よっしゃー。なんで？モンゴルが上でしょ、だって。モンゴルです。モンゴルの上でしょ。ネパールどこって危なそうなんだ、ネパール。じゃあ俺はだから逆読みよ。俺もそうです。うん、あ、じゃあみんなそのです。まあまあまあ。逆読み、逆読み。なんかハイボールがなんかありますか？うどん来たんで。うどん来ましたよ。うどん行きます。あ、うどんね。うどんさんも結構ご褒美に近いの。ご褒美近い。これご褒美じゃない？うどんは。これが売りなんですよね。食べたいし俺。これうまそう。違う、負けてないのに食べるよ。負けてないの食べるよ。こんなん俺も。じゃあ俺が行こうか、これ。いや、俺は行くで。優しいな、だから、マイスさんが。これは、なんか罰ゲームでもなんでもないから、みんな飲んだ方がいい。さすがに、吉田君とね、ミクロ君の2人、飲みすぎたんで、俺もさすがにこれは食べるわ。確かに2人が頑張ってたもん。根性で行くわ。でも、俺たちはなんか、普通自然体よな、これ。まあ、別になんか、普通の飲み方は。酔ってるには酔ってますけど、もうちょっと赤でしょ。酔わないでって言われれば酔わない。酔わないでってどういうこと？その発言がもう酔ってる。鬱陶しいかなみたいなこと言われて、酔わないスイッチ入れてって言われたら。まあ、コントロールできるよな、ある程度。なるほどね。楽しいよな、こう同じようなさタイプのメンバーがいる同士でさ、そもそもファンだからさ、ね、これは光栄ですよね。これ嬉しいですよ、めちゃくちゃ。4、5年ですよね。ゲームだったらもう7年ぐらい。そうそうです。吉田君なんかファンっていう人あんまいないじゃん、本当に。確かに、すごいよ。だから見てきたのがそれこそヒカルさん、ラファエルさんぐらいです。なるほどなるほど。あのちょうどあの時か。そうです。ウミガメのサンライ行った時や。炎上してウミガメのサンラン、あれ面白い。ハワイハワイのウミガメのサンラン見に行って、あ、面白かったな。前さんがノグソしてるっていう。その見てた方たちと、そうやってご飯食べれるっていう、どう考えたらマジすごい。本当になんか、もうすごい感慨深いです。ありがとうございます、感謝だよな、マジで。じゃあこれからマジでちょっとね、もうファミリー感出していきましょう、マジで。チームでね、めっちゃ嬉しいですよ。旅行とかも結構1回目飲みましたもんね。うん、どっちも飲みだ。これも絶対飲みると思う。確かに。だってそっちはもう神回やから。神回ですね。1000万行こう、1000万。負けるまで1000万かけ続け、俺ら。負けるまで1000万。確かに。資金抜くよ、すごいな。うん、できます、マジで。じゃあまとめていこう。さすがにちょっとワインをめっちゃ飲んでたんで、俺もちょっと頑張んない。まあ、頑張ってる人見たら頑張らざるを得ない。そう。今日俺何も頑張ってんだ、ほんまに。やります。おー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 、すごい。僕、行きました。めっちゃ行った。行きましたね。100万円達成です。100万円はもう超えましたね。うん、余裕で超えたんじゃない。はいはいはい、まあありますからね。ちなみに合計いくらですか。129万。よし、こんだけ食べれたのはマジですごくない？うん、すごい。幸せなことだしね。うん、美味しい。楽しかったな、マジで。マジで楽しかったっすね。概要欄の方にね、チャンネル貼ってるんで、まあ、ボートレース買ったところもぜひ見てください。あれ結構相当な神回なんですよ。確かに結構 YouTube 市場でもあんまないんじゃないかなってぐらいの、あの一撃はない、うん、展開なんで、ぜひ見てください。あともう今後ね、このメンバーたちでまた動画撮っていくと思うんで、それも楽しみにしておいてください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。お会計いきますか。いきましょう。会計ありますよ。うわ、全然ゴチになります。全然ありがとうございます。こんぐらいかな。ごちそうさまでした。確かにボートレースでかけたら分かるで。うわ、ごちそうさまでした。いきましょう。どうも。全然です。じゃあこの後全員でまだ行きますか、どっか別のところ。どっか行きましょう。どっか行きましょう。さすがにどうしようもないところで行きましょう。